おはようございます、現場です。今日はとにかく米国の核の傘というものの信頼性を高めていこうということで始まったというふうに承知をしております。米国の核の傘、これ日本にとってはまあいわば命綱のようなものだとも思います。破れ傘にしないためにも信頼性を高めていくという努力が必要だと思いますが、現実に核兵器が存在していることを踏まえれば、核抑止力を含む米国の拡大抑止は我が国にとって不可欠であります。